Radio program. Share your story. Share your story. Theater Blue. 皆さんこんばんは。星の瞬きとともに4日間だけオープンするシネマコンプレックスシアタージュジュ館長のジュジュです。なんと今夜が最終日。このシアタージュジュオープンに向けて先月8日にリリースした全52曲入りジュジュの4枚組オールタイムベストアルバム Your Story の中から自分自身の物語を重ね合わせたストーリーを募集。その物語を館長の私ジュジュが語り部となってご紹介していきます。 Your Story、 あなたの物語を言葉と音楽と映像で紡いでいく、そんなシアターです。たくさんのメッセージ本当にありがとうございます。さて最終日の今日幕が開くのはシアターブルー。この中からあなたの物語を紹介していきますが、今回も上映のセッティングには時間がかかってるみたい。今日は何してるんですか？あ、なるほどね、客席の清掃。まあね、うちのシアターも超綺麗好きですから。なのでじゃあその間にいつものあれいきますか、それとも近況。いつもの、あ、じゃあいつもの、はい、いつものやっていきたいと思います。うちにあるブルーのもの、今日もね、あの写真撮りましたんでご紹介していこうと思います。まずこれブルーのバッグですね。あのクラッチです。私あの街でね、こういきにクラッチバッグを持っている人を見るとすごいなんかいいなって思うわけですよ。で私ね、どうもねクラッチバッグ持つと手首言わしそうになるんですよね。なのでなかなかクラッチバッグを持ってこういきにお出かけはできない。まあ今のこのご時世お出かけもちろん しないですけど、あ、そうだ、この家にいる時間を使ってクラッチの持ち方を研究したりとかしてみようと思います。そしてあのまた外に出られるような時期が来たら、その頃までにはちょっと私も小粋にねクラッチを持てる人になったらいいななんて思います。で続きまして、これあのニックス、ニューヨークニックスっていうあのニッカーボッカーズですね。これあのニューヨークのバスケットボールチームのニックスのベースボールキャップ、まあ、ベースボールキャップ、ヤンキースも迷うとこなんですけど、ヤンキースもコンですからね。まあじゃあもうヤンキース両方、ちょこれ両方撮った写真を送り直すことにして、まあ、ヤンキースにしても私、まあ、スポーツが好きなわけですよ。ね、今年は何もスポーツやってないから残念ですけど、あのシーズンが始まると春から野球見て、夏に甲子園見て、まあ、もちろん選抜も見ますよ春ので、ね、野球が結構終わりに近づいてくるとバスケが始まってみたいな、でさらになんかアメフトも始まってって非常に忙しいんですけど、まあ早くねまた見れる日が来るといいななんて思います。続きましてこれ青いアイライナーで、私ラッキーカラーを気にして生きている話をしたと思うんですけど、まあ、とにかくラッキーカラーを身につける時に、あの下着ももちろんいいし、あとメガネでもいいけど、こうアイライナーで取り入れるっていうのは私結構してて、なので青いアイライナーって言っても多分3つぐらい違う青があって、で、まあ、この青が一番今回あのシアターブルーに近いかなと思ったのでこのアイライナーにしました。ちなみにこれあのマーク・ジェイコブスのやつなんですけど、私ここのアイライナーの質感がすごい好きです。何の宣言だ。続きまして青いメガネですね。これ上の部分が
青で下の部分が別光になってるっていう、結構昔に買ったやつなんですけど、私のお気に入りのメガネだったりします。メガネがあるとね、なんかすっごいアイメイクちゃんとしてなくても、メガネがあるせいでちゃんと見えるっていうのがね、この間私と某 Y 女子の間で発見されたことなんですけど、いや、メガネっていうのは偉大でございます。さて、ブルージュジュ館長にとってどんな色ですかって言われると、非常に凛とした印象があるのが私にとってのブルーです。あと、まあ、海の色だったりね、地球の色だったりするし、なんか見ていると心が静まったりとかする色でもあるんじゃないかなと思います。で、ちなみにシアターブルーに入っている楽曲はどんな楽曲ですかと聞かれますと、今回はですね、私たちもう大人も子供も老いも若きもですね、前を向いて頑張ってますみんな。で、そんな頑張ってる時に必要なエールだったりとか、あと頑張っているからこそはっちゃけられる時にははっちゃけてもいいんじゃないか、今じゃないですよ、でもその頑張ったご褒美としてはっちゃける時が来たら、その時に背中を押してくれるようなメッセージ、そんな物語が入っているのがシアターブルーだったりしますのでね、今日そんな13本の物語に即した皆さんのストーリー、どんなのが来てるか楽しみでございます。さて、あなたの物語 Your Story を上映する準備が整ったようですよ。ようやくね、お掃除終わったんですね。じゃあご紹介していこうと思います。まずはラジオネームたけちゃん、女性、曲はドリーマー。私は25歳の時に東京で叶えたい夢があったため、地元で5年間働いた看護師の仕事を辞め上京しました。その夢を叶えるためには学校にも行く必要があり、東京に行くまでには両親にも反対され、なかなか理解もされないため説得するのもすごく大変でした。東京に行っても初めての一人暮らし、初めての東京での生活、友達はおらず、学校の同期の子たちとは年齢も離れているので不安な日々でした。その時テレビから流れてきたのがドリーマー。この歌詞は私の心情でもあり、これからの生活を後押ししてくれるような曲だと思い、翌日 CD を買いに行ったことを覚えています。東京での生活、学校生活で何かあるたびにこの曲を聴いていました。一度は夢を叶えることはできましたが、27歳の時父親の看病で夢を諦めて地元に戻りました。しかし来年また同じ夢を叶えるために、東京でやり直すために今頑張っています。今でもくじけそうな時にもこの曲を聴いて頑張ろうと勇気や元気を与えてくれます。たけちゃんさん、ありがとうございます。私この曲の2番がすごく好きで、2番のね、いつかまたどこかの街で君に会う日が来るなら君に誇れるような自分でいたいっていう歌詞なんですけど、なんかそれをこの間私もドリーマーを聴きながらちょっと一念発起する部分があったので、ちょっと私も頑張りながら皆さんとお会いする日のためにちょっと頑張ろうと思います。続きまして、ラジオネームおさきさん、曲はかわいそうだよね。あの子ってかわいそうだよね、いつも陰で笑っていた。高校卒業し、未成年で憧れのウェディングプランナーになった私。実年齢よりも年上に見られることが多く、しっかり者と呼ばれ、同年代の人よりも仕事ができる自信があった。でももっと新しい世界が見てみたい。そんな気持ちで次のあてもなく退職した。あなたなら何をやっても大丈夫。みんなの言葉が私にとっての自信とプレッシャーになった。できる私とうぬぼれる私に悩んでいる時に出会った曲がかわいそうだよねだった。私にしかできないことなど何一つなかった。その通りだと思った。この曲に出会って謙虚に人に感謝をし生きようと思った。今は新しい道で私らしく生きているそうです。でも思うわけですよ。私も大人になる中でね、これは私にしかできないことかもしれないとか、なんか自分がスペシャルでありたいってすごい思う時ってあるけど、結局大人になることっていうのは
あの自分が何者でもないことっていうのを見つけることが大人になることで、それを受け入れてその上で何をすべきかっていうのを考えているうちに大人になっていくんじゃないかなと思うんですけど、私もまだまだ大人にはなりきれてないので私も頑張ります。続きましてラジオネーム MM さん、曲は What You Want。 Tell me baby what you want。ライブでは会場中が盛り上がる大好きな曲ですが、私にとっては亡き母を思い出す曲でもあります。私がジュジュさんの大ファンだということは母も知っていて、自分がテレビで見たりした時はこの前ジュジュさん出たよと私に教えてくれるほどでした。2016年のホールツアーもスタートする前から母に話したりしていたので、私が楽しみにしていることを知っていました。ところが3月半ばに母が突然倒れ、そのままあっけなく帰らぬ人になってしまったのです。もう何が何だかわからないまま時が過ぎて、泣いている暇もないくらいにバタバタしていて、気がついたらツアーが始まっていました。私はライブに行くのをやめようかと悩みましたが、心にぽっかり開いた穴を埋めてくれるのはジュジュさんしかいないんだと思って行くことにしました。とても素敵なライブだったし、What You Want の時は思いっきり歌って踊りました。本当に行ってよかったです。あれから4年経ちましたが、私がジュジュさんのライブに行くときはいつも母も一緒についてきて楽しんでいるって思ってます。ジュジュさんありがとう。いや、こちらこそありがとうございますね。お母さんも一緒にきっと楽しんでくれたらいいなと思うし、これからもお二人で遊びに来てください。待ってます。続きましてラジオネーム山ちゃん、曲は奇跡を望むなら。私は中学3年生の時に友人が劇症肝炎という病気で亡くなりました。その友人は初めて同じクラスになり仲良くなったものの、すぐに病気が分かり入院、修学旅行から帰ってきた翌日に亡くなりました。その友人の夢というのがプロのダンサーさんでした。ラジオからジュジュさんの奇跡を望むならという曲が流れた瞬間、もし奇跡が起きたとしたら友人の夢を叶えてあげたいと思いました。今もこの曲は私にとって思い出の一曲です。多分夢でプロのダンサーになれたと思います。私もその山ちゃんさんの思いがその友達に届いていればいいなと思います。続きましてラジオネームきびなごさん、曲はこちらも奇跡を望むなら。その頃私は仕事も私生活も全てがうまくいかずどん底にいました。もう会社を辞めてふるさとに帰ろうかと思い、それを友人に告げるべく誘った居酒屋である曲が流れたのです。店内の喧騒をかいくぐり、まるで心に直接響くかのようなその曲、聴いているうちに涙が溢れながらももう少し頑張ってみるかという気にさせてくれたのでした。しかし当時あんまり歌を聴かなかった私は、残念ながらその曲名も歌い手が誰かも分かりませんでした。それから約10年、ちょっと気になっていたジュジュのライブが地元で行われると知りチケットを入手、初めて一人で行ったそのライブですっかり虜となった私は、それからアルバムを買い漁りました。そしてその中にかつて自分を救ってくれたあの曲が。奇跡を望むなら泣いてばかりいないで、幸せにはふさわしい笑顔があるはず。初めてこの曲を聴いた時から前向きにできるだけ笑って過ごしてきたことで今の自分があるんだと思います。そして私は今幸せです。よかった、幸せです。言い切れるって素敵なことだと思うし、確かきびなごさんって私直接お会いしたことあります。バックパスで、あのミート&グリートにいらした方だと思うんですけど、あ、そんな感じで出会ってくださったんですね。いや、あの私皆さんがジュジュとどこでどう出会ったのかっていう話をずっと聞きたいなって思っていて、もちろんそのライブに来てくださる皆さんにはよく私この話してるんですけど、そのきびなごさんの出会いがこうだったとは私も知らなかったし、いや、ちょっとすごい嬉しい話です。そして今幸せなのは何よりだし、あのこれから先のね幸せも私心から祈っておりますので、その幸せが持続しますように。
本日ストーリーを紹介させていただいた方にはあなたのお名前入りオリジナルジフステッカーをプレゼントさせていただきます。そしてメッセージをくださった、さらに今シェアヨアストーリーを見ているあなたにスペシャルなライブ映像をプレゼントしようと思います。シアターブルーからはこの曲です。ジュジュアリーナツアー2015ジュジュエン 10th Anniversary Special ジュジュで奇跡を望むなら。そう言ってくれた。
ユアストーリーシアターブルーから奇跡を望むならのライブ映像をお届けしました。いかがだったでしょうか。もうね、ここから5年も経つんだなと思うと時の速さを感じますけど、でもやっぱりね、こうやってライブ映像を見ているとライブっていいなっていうか、私はだいたいその一人で歌っているので、あのバンドたちとステージの上で一緒に音を出すっていうのが非常に楽しくて、でさらにこうライブっていうのは直に皆さんにお会いできる唯一の機会なので、私にとってはもう一番大切なことだし、一番大好きなことだしって、まあね、デビューした頃はライブが一番怖かったけど、それを皆さんがジュジュを育ててくださったおかげで楽しさっていうのを知れたし、ね、早くまたお会いできる日が来るといいなと思います。さて YouTube では5月末まで各シアターのライブ映像を見ることができますので、そちらもぜひともチェックしてみてください。さあ、もうこの曲が聞こえてきちゃいました。そろそろシアタージュジュクローズのお時間でございます。今宵は Your Story シアターブルーからあなたの物語をご紹介させていただきましたが、皆さん楽しんでいただけましたか。そしてなんと4日間連続でオープンしてきたシアタージュジュは今日が最終日です。いや、4日間だったんですけど、また折を見て皆さんとお耳にお目にかかれたらなと思っておりますし、せっかくねこうやってこういう場がありますから、ここをもっと活用していけたらなと思います。ちなみに今回ね、ラジペディアチームですから最高ですね。これまた続けていきたいと思います。皆様お体にはくれぐれも気をつけて、心の健康も体の健康も保っていただけたらと思います。そして一人一人が今できることをしっかりやってると、ちゃんとまたお会いできる日が近くなると思いますので、その日までできることをやりましょう。これからも続く Your Story ジュジュはこれからもあなたの物語を歌い続けたいと思っております。それではまたお目にお耳にかかれるその日まで。 Thank you for listening and see you some other time. 心の奥でつながり still